有楽町線、福都新線1万系電車。左が東京メトロビジョン、右は列車案内用。1万系以外の車両ではアスペクト比が16、9に拡大された。銀座レトロビジョンを設置した銀座線線系特別使用車。東京メトロビジョンは東京地下鉄が車両内に設置した液晶ディスプレイを用いたデジタルサイネージ。中ずり広告など、 他の社内広告と同様に、東京メトログループの広告代理店である、メトロアドエージェンシーが媒体者となっている。2008年6月14日、有楽町線、福都新線で導入開始。2018年4月16日には、銀座線線系特別使用者に、銀座レトロビジョンを導入した。東日本旅客鉄道が展開する、電子広告。 トレインチャンネルなどに類似したデジタルサイネージであり、各客用、ドア上部に設置した液晶ディスプレイ式車内案内、表示装置2画面のうち、左側の1画面が広告用の東京メトロビジョンとなっている。動画を主体とした隠しコンテンツを提供する。音声は流れない。配信映像はミリ波を使用した高速無線通信により、 主要駅に設置した送信アンテマから駅に停車中の車両に送信される。配信は更新日の数日前に行われ、更新日から新しい配信画像が放映される。配信映像は毎週月曜日に更新されている。2012年3月までは毎月1日と16日に更新された。2019年現在では以下の車両に搭載されている。 南北線の急線軽電車にも各客用ドア上部に LCD 式の案内表示装置が設置されているが、こちらは広告用のものは設置されておらず、列車案内用の一画面のみとなっている。ありがとうございます。